上野豪城は、かつて、愛知県蒲郡市上野豪町にあった、日本の城である。別名、西の軍の城、宇都城、宇都の城、上野豪城。昭和32年1月10日に、蒲郡市指定史跡に指定されている。追記年代は、平安時代末期に、伊豆大十郎という者が、段の裏の戦いで勝った褒美として、統治をもらい、城を建てたというものや、 戦国時代になって建てられたなど諸説あるが、正しい年代ははっきりとしていない。ただ、宇戸の長将の頃には、駿河国今川氏家臣の宇戸の市の居城となっていた。ようで、この城を拠点として、宇戸の市は、現在の生郡市のほぼ全域と、甲田町の一部を、勢力下に収めていた。永禄三年の桶狭間の戦いで、宇戸の市の主君であった、今川義元が撃たれると、 三河国の松平元康が今川家から独立し、周辺の諸将が松平家に服属した。しかし中、上野豪城主、宇戸の長照は吉本の妹の子であり、今川方に泊まったため、道場は松平氏の勢力圏内に孤立した。永禄5年に元康と松平清吉ら松平勢の攻撃を受けるが、県上である上野豪城はなかなか落城しなかった。 そのため元康は、甲賀州を用いて城内に火を放ち、その混乱の中から攻め入ったと伝わる。道場は落城した。宇都の長照は内地にし、長匠の子、宇都の市長、宇都の質疑は捕らえられた。元康は、彼の身柄と引き換えに、今川氏に侵入していた時期に、今川家へ人質として差し出していた正室の瀬名姫と、着男の竹千代。 長女の亀姫らを返還するよう今川氏に要求した。当時今川氏の当主で義元の子であった氏真に、とって近しい親族であった宇どの兄弟を見捨てることはできず、交渉は成立し、双方の人質が交換された。以降は後は攻めてに加わっていた、久松と勝の居城となった。と勝のこの松平行元に継がれ、家康が関東に違法となると、池田照正が有志。 後に廃城となった。現在は大部分が、私有地のみかん畑となっており、各やからり、土類、井戸などが残存しているほか、城があったことを示す石碑が建てられている。ありがとうございます。